こちらは長崎大司教区家庭委員会です。今日8月14日はコンベンツァール聖フランシスコ修道会のコルベ神父様の記念日です。平和を身をもって示してくださったコルベ神父様に心を向けてみたいと思います。コンベンツァール聖フランシスコ修道会はカトリック教会の修道会の一つで、アッシジの聖フランシスコが1210年にイタリアのアッシジで創立した修道会です。フランシスコは小さき兄弟会を創立しましたが、小さき兄弟会は後に3つの修道会に分割されました。コンベンツァール聖フランシスコ修道会はそのうちの一つです。聖フランシスコ修道会日本管区聖母の喫舎の創設者であるコルベ神父様の正式の名前はマキシミリアノ・マリア・コルベです。コルベ神父様は1894年にポーランドのズドゥニスカボラで生まれました。コンベンツァル聖フランシスコ修道会に入会し、大神学生時代にローマへ留学、仲間と共に無限在の聖母の喫神人会を設立しました。ローマで司祭助会を受けた後、クラクフにある大神学校の教会史の教授として3年間勤めました。1927年にはワルシャワの近くにあるテレシンの町にニエポカラノフ修道院を創立し、無限在の聖母の騎士という小冊子を発行してメディアによる宣教に力を入れました。アジアでの布教活動の重要性を唱えたコルベ神父は昭和5年2月26日にポーランドを出発、同年3月7日フランスのマルセイユからキセンアンジェ号に乗りました。サイゴンを経由し、日中連絡船長崎丸で上海を出発、同年4月24日長崎に上陸しました。3人の宣教師は大浦天主堂の近くに借家を見つけ、早速文書伝道の作業に取り掛かり、同年5月24日日本活字による聖母の騎士第1号を1万部発行しました。ポーランド人の宣教師たちが上陸して1ヶ月後に日本語による聖母の騎士を編集発行したのです。その後、町外れの山の斜面に修道院トルルドを開き、無限在の聖母の園と名付け、フランシスカン的な聖品生活を営みながら聖母の騎士の発行と学園教育に専念しました。現在同敷地内に教育施設として聖母の騎士高等学校と幼稚園があります。昭和11年5月に長崎港から上海丸でポーランドへ帰国しましたが、やがて第二次世界大戦が勃発し、ナチス軍に捕らえられアウシュビッツ強制収容所へ入れられました。ここで死刑を宣告された家族を持つ一人の父親の身代わりを進んで引き受け、昭和16年8月14日愛のために生命を捧げ亡くなりました。昭和46年10月17日パウロ6世教皇によって復者の列に加えられました。昭和57年10月10日バチカンにおいてローマ法王ヨハネ・パウロ2世からカトリック聖人に加えられました。コルベ神父様についてはたくさんの本からも学ぶことができます。聖母の騎士社のホームページをご覧ください。月刊聖母の騎士はマキシミリアのコルベ神父が日本の国民にキリストの福音と聖母マリアの愛を伝えるために創刊しました。その内容はカトリックの教え入門、現代に生きるキリスト信者の横顔などキリスト教を紹介する読み物になっています。信者の方はもちろん、キリスト教に興
興味、関心をお持ちの方にもおすすめいたします。8月6日から15日までのカトリック平和循環には、平和を意識し願い祈る人たちが多くおられることと思います。コルブ神父様の記念日を思いながら、子や孫たちと共に真の平和について学ぶ良い機会となれますように、聖母の騎士社のホームページを参考にご案内いたしました。明日8月15日は終戦記念日、聖母の飛翔天のお祝い日です。家庭の中からイエス様の福音化を始めましょう。